京都へおいでやす。どうミスター京都アキです。はい、本日は、四条堀川にあるこちら京都肉食堂さんやってきました。ほんでこちらがね、鉄板焼きメニューがテイクアウトできるようになったということで、早速乗り込んできました。それじゃあ今から行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルコレスゴー、行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。こちら肉食堂、なんかねステーキやら鉄板系メニューもテイクアウトできるということなんで、今日はそちらの方を持って帰りたいと思います。これメニューなんやけど、みんなここはねほんま美味しいから、斜めになってるけど美味しいから、ぜひ買いに来てください。今日はとりあえずハラミの鉄板持って帰ろう。ここはね京都の、焼肉の名店マスイチさんのプレゼンスだから、肉はむちゃくちゃうまい。はい、よし行くぞ。まだこの画面には、鉄板焼きのメニューがないけど、今日は人気ナンバーワンのハラミスタミナ鉄板焼き焼き肉、これ持って帰るわ。よし、ということで買ってきましたよ。はい、鉄板メニューが持ち帰りできるということで買ってきました。出すわ。こんなんですね。ハラミの柔らかそうな肉がいっぱい入ってるわ。開けていこう。はい、開けましたよ。ハラミ鉄板焼き定食です。1300円。ここの肉はね、間違いないです。はい。京都の有名焼肉店、マスイチさんのプロデュースのお店なんで、間違いない。はい、キムチもうまそうや。いただきます。ほらね、これフライドオニオンついてました。ぶっかけていくわ。こういうのもありがたいですね。はい、じゃあ乾杯。うまっ。そしたらここが前回ね、ここで、ね、ゴリラ飯っていうのをいただいてるんですけど、今日は人気ナンバーワンのハラミです。鉄板焼きが持ち帰りできるようになったんで嬉しいですね。そしたら早速いただいていきます。いただきます。じゃあキムチから。キムチもね、これ間違いなくうまそうな色してますよ。これおおうまっ。よう使ってるわ。これは米に合うよ。見てください、お肉もね結構入ってますよ。これわさびも入ってるわ。ちょっとまずそのままいこう。この米うまそうやな。これこうして食らうよ。よっしゃ。もうデブがしゃがんで食うてるから食いにくいけど、やっぱ外で食うはうまいやろね。食っていただきますわ。うわ、柔らか。このハラミ柔らか。最高や。でまたね、このタレがうまいわ。こんなに甘すぎることもなく美味しい。むっちゃうまい。うわ、ほんま柔らかいわ。お肉ね、結構ね、これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、
12個ぐらい入ってるよこのお肉。これは値打ちあるよほんま。これわさびつけて次は食いますけども、おお、わさびも合うわ。こうやってテイクアウトでもね最高のお肉を味わえるんでいいじゃないですか。ありがたいですよ。ここはねゴリラ丼っていうのがあって、それはあの筋肉が大量にご飯の上に乗ってる丼なんですけど、それまたあの僕以前動画上げてますんでよかったら見てください。いやうまいわ。見てこれ、肉もね山盛りですよこれ。こんなに一回入ってると思わんかったわ。いっぱい入ってます、ゴツゴツしたんが。じゃあ次はキムチにのせて、キムチをのせていただきます。うまいよこれ。やっぱり外で食うと格別やね。知らんけどこれは外と言えるやろかな。これはこの世で一番怖いのが鳩で、公園で食うたら鳩がおるし、でまた俺が公園に入ったら鳩がその日に限っていっぱい近寄ってきたりするね。これご飯食ってたらさらに増えるから、もうほんま公園怖いね。いやうまいわ。マスイチさん最高やわ。ほんでここの店飲めるんで、ちょっと落ち着いたらまたゆっくり夜にでも飲みに行きたいと思います。あーうまい。わさびをたっぷりつけて、もう肉もね赤身で、赤身のくせに柔らかい。これはほんまにお年寄りの方でも食べれますよこれ。むちゃくちゃそれぐらい柔らかいです。はい、うん、おいしい。じゃあ肉乗せて男食いとこは、男食い行くぞ。ほら、うまい、米に合うわ。さらにもやしも入ってます。家でこんだけね美味しい肉が食べられる、ほんまにありがたいですよ。もうほんまテイクアウトはありがたいです。はい、うん、うまいわ。ということでごちそうさまでした。ほんまにね今はこんな世の中になってしまって、京都のお店は普段テイクアウトできないお店もテイクアウトシリーズということで、販売されてます。ここも丼物は持って帰れてたんだけど、こうやって鉄板シリーズは今まで持って帰れなかったんですよ。それが今回持って帰れるようになりました。ほんでこの美味しいお肉が自宅で楽しめるということで、ね、皆さんよかったら京都肉食堂さん、四条堀川にありますんで、テイクアウトしてみてはいかがでしょうか。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。
らっしゃ。